サブチャンネルです。こんにちはって言うて、そうだよね、ピンクのね、はい、罰ゲームで、はい、やったんですけど、これね、そうですね、これはカービィのコスプレではなく罰ゲームです。はい、罰ゲームです。なんでカービィのコスプレだと思ったの？一瞬でもね、だってカービィのゲーム買ったもんね。俺のだし来んのか。俺のやん、それ。ごめんね。俺のゲーム勝手にやんないで。はい。ということでですね、今日は、なんと、これから、どこ行くの？はい。リナータルズの練習に行きます。違います。リサイタルズではなく、東海オンエアの久しぶりの晴れ舞台、イベントに、ママとポンスとプクマルで見に行くんだけど、今日はね、ちょっと最初プロスパイペペペペペスパイペイまだ、今日はちょっと前乗りっていうかリハーサルなんだけど、まあ、ポンスとあーちゃんも一緒に行ってちょっと別行動しながらちょっと栃木を楽しむというね。で、明日本番でマネージャーと一緒にプクマルが後からやってきて、みんなで見るという感じになります。今日はその一日密着でございます。イエーイ。どう、意気込みは？楽しみです。意気込みはないです。意気込みない。ポンスは意気込んでオラっていう感じなんです。なるほど。ポンスは意気込みは楽しみです。ポンスは意気込み楽しみです。あやちゃんの意気込みは楽しみです。今日ポンスとあやなんはうーくんのちょっとマネージャー的なね、支えに行くよ、マネージャーのポジションで二人がちょっと隣にね、いようね。ありがとう、来てくれてね。あれ、ポンさん、それはもしかしてポンさん。はい、ということで、じゃあ今から東京駅から宇都宮に向かって新幹線に乗るんだけど、東京駅までは、ああ東京駅まではタクシーで、あ、縦にしない、縦にしない。まだ終わらないね。まあ、東京駅着いたらまた撮るよ。好きな。じゃあ、ちょっと。次の画面で。新幹線でもやろう。いいよ。東京駅に着きました。イェーイ！イェーイ！ポンスのテンション上げ上げでーす。イェーイ！あーちゃんもテンション上げ上げでーす。そうだよー。いちいち回すんだよ。そうやってやるんだ。Vlog の撮り方知らないでしょ、うくん。携帯でこう、ルルルルってなっちゃうね。大丈夫？大丈夫です。いや、東京駅、久しぶりに来た。着きました。イェイイェイ。シェイキーシェイキー、無事に新幹線に乗れました。コンスは、ゲーム。なんていうさ、ゲームなの、それ。あ、実際素敵だ。カービィの新しい、カービィディスカバリーをやってるんですね。東北新幹線なんか初めて乗ったかもしれない。ほぼ本日も東北新幹線をご利用くださいましてありがとうございます、この電車は、それで新幹線好きとは言えないな。ということで宇都宮まで乗ってきます。イエーイ。うーくんたちはロケに行ったので、私とポンスは先に宇都宮駅に来ました。イエーイ。イエーイ。うーくんかわいそう、イエーイうーくんかわいそう、イエーイ。イエーイ。あ、トイストーリーのカバンです。ちょっと薬をね、いろいろ買いたいので、松清に一回行って、その後ホテルにチェックインします。行こう。行こうぜ。はい、行こうぜ。ぜ。はい、ということで、宇都宮のホテルに到着いたしました。イェーイ！イェーイ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 。なんかさ、カーテン開いたりしないのかな？カーテンが開きそうな予感がするんですけど。開くよ。ママ。開いた？うん、見て。ママちょっと来て。行くよ。いいよ。え、こっちから行くよ。わー！すごっ！
こどこだ。疲れたー。わあ。ねえ、しゃべちゃん撮って。撮ってますよ。どこ？ここ。ここ一回ちょっと来て。何ですか？一回ちょっと来て。ここトイレなんだけど。うん。お風呂めっちゃ狭くない？ユニットバスなんですね。お風呂と一緒になってるんですね。そしたら夜はなんか温泉は別で行くとかでもいいかもしれない。お手洗いに行きました。すごいホテル。え？なんだかんだすっ飛びまして、はい、夜になりました。へー、へー、私たちがやってきたのはこちら。なんだいもー。違う、セントジルみたいな温泉。イエーイ。そう、セントジルみたいな門構えの温泉ですね。行こう行こう。じゃあ行こう。沐浴なんでね、ちょっと静かめに行きましょう。見て、これ何でしょう。これはあの私が、ね、シールみたいなやつで、これはダメってなってますね。あ、そうですね。はーい。イエーイ。ただいま帰りました。温泉からだいぶ入って、もう湯だこみたいになっちゃって、でうーくんもリハーサル終わったから、ちょっと温泉合流して一緒にちょっと温泉入って、そして今ホテルに帰ってきました。わ。もう寝る。明日頑張ってね。うん。楽しみだね、ポンス。この人、偉くない？ポンスは、ホテルでね、暇な時間あったから、ちゃんと考えてる時の顔してんだよね。そう。勉強にハマっててね、最近。偉いね。そう。あんた。あ、もうダウンテン、マジキモ。いつまで言ってんの？ごめん。すごい姿勢で勉強してんじゃん。ね、本物っぽいね。やるよ、首。場所を選ばない系の天才になりそうな雰囲気を醸してるけど。え、待って、ここめっちゃ上手だ。え、めっちゃ上手いじゃん。ひらがななぞってるだけです。あー、そのおならはこっちに向けないで。あー！痛い。ママにそんなことするなんてひどいよね。いやー、ちょっと楽しみだな。マジ楽しみ。もうめっちゃ楽しみ。なんか私自分で思ったんだけど、なんかその前にさ、ポンスの勉強見て。あー、ポンスの勉強もじゃあ映しつつ、ちょっとママも話したいこと話させてもらうんですけど、なんか私ってすごい、もしかしたらなんかすごい鬱陶しいムーブしてるって思ったんですよね、ふと。なんかリハーサルからついてきて、ずうずうしく同じホテルに泊まり、なんかなんだろうね、彼氏の遠征とか練習試合全部ついてくる彼女みたいな気持ち。うわー、なんかそう聞くと急にうざ。そう聞くとなんかうざくなってきた。そんなこと言わないね、そんなこと言わないで、可愛らしいでしょ。シンプルについてきてくれたっていう、うん、嬉しいですよ。ありがとう。あんちゃんってどこまでもそもそもそういうタイプなの。そう、そう、こういうのちゃんと近くで見てたいのね、やっぱ。
その一つのイベントを成し遂げるにも、こういう裏の苦労とか、努力があって、準備があって、視聴者さんたちを喜ばせるっていうところまで持っていくんだなっていう、その勉強得たいんだよね。ひたすら。もう見たい。裏側を見たいんだよね、むしろ。すいません。あ、はい。こちら。あれ？すいません。こちら、寝てますけども。ってことで、明日、本番ということでね。楽しみ。ねえ、自分みたいに言ってるよ。ね、ついてきて、ついてきて勝手に画面回してるだけだよ、今。本当に。ということで、明日本番ということでじゃねえよ。あーちゃんは今日、焼肉、餃子を食べて、それでポンスと温泉行って、それでホテルで寝ただけでーす。いやいや、もう、それは可愛いじゃん。それも可愛いじゃん。あー、ありがとう。ありがとう。明日楽しみにしてるね、うくん。頑張ってね。あーちゃんもね、頑張ってね。うん。めっちゃ楽しみにしてるよ、ね、ポンス。勉強頑張ってんの？うん。勉強頑張ってる。写真出るやつじゃないから。ね、勉強の話して。勉強の話ってどういう感じ？お、ポンス。すごいです。ボールペンでやるの、すごいね。もうカタカナも読めるよね、全部ね。うん。読める。頭で考えてんだよ、うん。頭で考えてんの？何考えてんの？こうかなって。すごい。数字もね、やっていこう。いや、違う。カタカナの、うん、あの、英語もやっていこう。英語も。英語？英語だったらできるよ。え、かっこいい。ABC 書けるの？ABC 上手だし、A が二重になってる。いや、結構好きよ、この ABC。ABC 上手。結構好き。ABC こんなんなんだよ。ABC こうだよ。合ってる、合ってるよ。こうやってやって、こうやってやって、こうやってやって、こうだよ。中のこの丸いる？みんななんかいい人？あやな。何？あやな。あやなって呼んだの？あやな。はい。ポンスの勉強の話して。ポンスの勉強の話？もう、ポンスの勉強、じゃあ、ポンスの勉強のサブちゃんももうまるっと一本取ってあげるから、今度。ね。今日はちょっとイベントの、ついてきて、小賢しいよ、イエーイっていうサブちゃんだから、お勉強はまた別の時に。小賢しいよ、イエーイなの。そうだよ。客観的に見てるよ、ちゃんと自分のこと。あやちゃん、嬉しいからね。あー、ありがとう。うーくんが嬉しいと思ったら。来てくれた、来てくれた。小賢しい。小賢しい。聞けど小賢しいんじゃんよ。逆じゃない？男と女。小賢しいね。うーくん。これ男がこっちでしょ。これここが男でさ、ここ胸板にこうやってなんかこう来てさ、ブリーチ毛めっちゃいた。天気明るくない？いや女じゃん、ちょっとブリッコの女じゃん。もう寝るよ。はい、寝まーす。また明日。2日目でーす。イエーイ。朝になりました。そうです。ちょっと撮るの忘れちゃったんだけど、2人でまず起きて寿司三昧に行きました。あ、はい、うーくんはもうイベントリハーサルにね、もう朝8時ぐらいから行ってて。リハーサルは何時に行くんですか？リハーサルは8時、もうパパは先に行ったんですけど、私たちは、ね、2部の公演を見に行くので、まだまだ時間があります。なので今日は八幡山公園にやってきました。イエーイ。でこれからちょっと公園で遊んで時間を潰してから東海オンエアのイベントに行きまーす。桜もじきれい。桜、こんにちは。視聴者さんがね、こう手を振ってくれています。ありがとうございます。ポンス頑張れ。うわ、え、なんかデコハゲてきてない？大丈夫？こんな感じになっております。行ってみよう。ゴー。着きました。着きましたよ。子供がめっちゃ多いね。君も子供ですが、行ってきます。行ってきましょう。
福丸早く来てほしいね。福丸に早く来てほしいね。座って準備しよう。え、ママ後ろにくっついていい？え？ママ後ろにくっついていい？いいよ。よしこ。こんな感じになってるんだよね。あ、すごいすごいすごい、進んでる進んでる。よ、よ、よい。ドン！上がりすぎです。今からね。はい。またバナみたいなとこに行くんだけど、橋みたいなとこにね。そうなんですよ。橋みたいなとこに行くんですよ。なんかね、でっかい吊り橋がかかってるんだって、この公園に。それをみんなに見せてあげるわ。でかー。え、ちょっと待って。橋の向こうにさ、チョコバナナってお店が出てるんだけど。行こう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 、それはやばい。すごいなんか楽しいんだけど、旅行じゃない？めっちゃ、まあ、旅行、ね、旅行なんだけどさ、てかめっちゃ恥なんだ。最高に楽しい。なんかポンスと二人でデートすることあんまないからね。うん、楽しい、ね、楽しいね。ポンスがいるからママ楽しいね。しばゆはね、うん、ママのお手伝いはめっちゃしてくれないんすよ。だから、うん、ポースが、うん、あやなんのお手伝いをする。 はい、ありがとうございます。パパがしてくれないから。うん、パパは東海オンエア頑張ってんじゃん。ね、ね、そうだけど、お手伝いだけしてくれない。それだけやね。それだけちょっとネックだよね。チェックポイントネック。チェックポイントネックだね。もうすぐらチョコバナナです。え、これ本当にチョコバナナ食べれる？え、こんな奇跡ある？何が？え、待って待って、え、あるんだけど、やばいんだけど、いっぱい、許さ、許さ、来ちゃった来ちゃった、チョコバナナ、チョコバナナったらチョコバナナ、ルン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 、チョコバナナ。見てください、この神々しいチョコバナナを、細かくデザインされたこのチョコバナナ、お値段は400円。バナナ1本400円と考えると確かに高いかもしれません。しかも、しかし晴天の中食べるチョコバナナというものは400円以上の価値があるものです。ではいただきます。ポンさん、よかったじゃん、青のやつかけてもらったじゃん。さあ、じゃあ食べてみて。はい、いただきます。どうぞ。おいしそう。合流完了。合流完了。あ、ありがとうって。あげる？あげるか。はい。よかったね。お兄ちゃん来てくれました。ということで、これからイベントに行きたいと思います。入りました。見て、ポーズ見せて、ポーズ見せて。あれ、くっつけた。じゃあ行こうね。はい、お疲れ様でした。パパの東海オンエアのドン引きツアーを見終わりました。うわ、めっちゃ機嫌悪いです。どうでしたか？めちゃめちゃ眠そうです。眠くない。
はい、お疲れ様でした。東京帰ってきました。このベビーカーめちゃめちゃ便利なんだよね。福丸元気すぎ。めっちゃなんか笑ってんの。はい、やめてた。はい、ここから東京駅からお家にまた乗ります。タクシーを。いやー、マジ楽しかったな。うるさ。じゃあお家に帰ってから感想を述べよう。